株式会社桑山様のブースに来ています。ご担当の岩本様にお話を伺います。よろしくお願いいたします。まずは御社のお取り扱いの商品ご紹介ください。はい、弊社今回はトリプルエクセントのダイヤモンドを中心とした、ミドルジュエリーとあと、マリッジ、エンゲージといったブライダルの商品を用意しております。でも全般的にダイヤが多いんですけれども、弊社の方はパールも扱ってますし、またそうですね、デザインから製造まで全て一貫してやってますので、総合ジュエリーメーカーとして、桑山があります。この JJF についてはどういった印象をお持ちでしょうか。そうですね、既存のお客様はもちろんですけども、そこで情報交換できたりとか、あとそうですね、競合他社様の、動向やら業界の状況、あと新しいお客様もいらっしゃいますので、そちらで新しいビジネスを発見したりという非常にメリットがある、展示会ですね。はい、非常にメリットがあるとおっしゃってくださいましたが、毎年継続して出展している理由はどういった点でしょうか。そうですね、重複しますけど、新しい、お客様、あと最近海外のお客様もだいぶ増えてますので、日本に限らず、海外のお客様も新しい、販売、販路として発見できる、展示会として考えております。具体的に出展してよかったなと思う点がありましたら教えてもらえますか。そうです、こんな大きな展示会で、一堂に、集まるというのはなかなかないので、この業界の情報を交換できたりとか、さっきも言いましたけども、新しいお客様の発見、また既存のお客様と、コミュニケーションを取れたりと、いろんなメリットがある、展示会ですね。国内だけではなく海外からのお客様も年々増えていますけれども、お客様の質という点ではいかがでしょうか。そうですね、年々やはりちょっと、ミドルジュエリーでは高い、値段帯の高いジュエリーから、最近だいぶライトの、ジュエリーまで広がってますけども、質と言いますと、本当に皆さんジュエリーを、知っている方が多くて、本当にこちらも勉強となるような会ですね、今回の。そうですね、はい、最後に今後の御社の販路について教えてください。国内はもちろん今後力を入れていきまして、それプラス、既存のお客様プラス海外のお客様、特に、アジアはじめ、アメリカ、いろんなところですね、グローバル化していきたいと思っております。はい、株式会社桑山様の岩本さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。